ラテン皇帝の紋章フィリップ一世イドクルトネーは名目上のラテン帝国皇帝。1261年にすでにコンスタンティノープルは東ローマ帝国に奪還されており、フィリップ一世イは亡命生活を送り、ギリシャの十字軍国家でのみ皇帝として認められていた。フィリップ一世イはラテン帝国皇帝ボードワン二世イとマリード・ブリエンヌの間の息子としてコンスタンティノープルで生まれた。 子供の頃、父ボードアン2世は、ラテン帝国を奉仕するための金を苦面するため、フィリップをベネツィアの商人に担保として預けた。しかし、1261年に、帝国はニカヤ帝国に奪われた。1267年のビテルボ条約において、ボードアン2世は、息子、フィリップをシチリアオーカルロ1世とベアトリス・ド・プロバンスの娘、ベアトリスと結婚させることに同意した。 フィリップとベアトリスの結婚式は1273年10月にホッチャーにおいて行われた。その後まもなくしてボードアン二世は死去し、フィリップが名目上のラテン皇帝位を継承した。フィリップはギリシャにおける十字軍国家には皇帝として認められたものの、実権はアンジュ家のナポリシチリア王に握られていた。フィリップは1283年にビテルボで死去した。 ありがとうございます。